こんにちは、パーラメンテラブクニです。今日は幸せになれない言葉の使い方ということでお話をしていきます。幸せになれない言葉の使い方なんて僕なんかはですね、大層なことを言うんですが、ちょっと話をしていきます。僕はですね、こう体メンテラボキネっていう、こういうメンテラボっていう風に言っていますので、僕自身も体のメンテナンスっていうのはしっかりやっています。というのは、まあ毎日のストレッチは当然やりますし、まあ、2週間に1回はこう体を触ってもらうメンテナンスにしてる先生のところに行っていますし、そして週に1回は加圧トレーニングに行ってますし、まあ、ある程度ジョギングも月に100キロ以上は走っています。まあ、走ってと言ってもこうジョギングのような、もう歩くような、まあ人から見たら歩いてるのかなっていうようなレベルなんですが、でもとにかくそういったことをやっています。歯もメンテナンスに行っています。中学のね、同級生で歯医者さんがいて、そちらに行ってるんですが、歯がですね、こう痛くならないように行ってるんですが、まあその行くきっかけになったのは、やっぱり僕の場合はこう学生時代に本当にこう左の奥歯がうずくまるような、もう本当にすごい痛みを帯びたことがあったんですね。でその時にこう救急で行って、なんかセイロガンみたいなものを詰めてもらって、応急処置をしてもらって、その後に近くの歯医者さんに行ってですね、こう神経を抜く、これすごいとても痛かったんですね。こういった思いをもうあんまりしたくないなというふうに思っていて、そしてメンテナンスを3ヶ月に1回とか4ヶ月に1遍行くようにしています。そうやって言ってるんですが、つい先日ちょっと歯がまた左の奥歯が痛くなってきて、まあここが弱いところなんでしょうね、僕の中で。メンテナンスをしていて、まあ歯もなるべくきちっと磨いてるつもりですが、痛くなってしまったんですね。でその時に、まあ友人なので、せっかく処置してもらってるのにごめんねみたいな言い方をこうしてくれました。いやいや、そんなことないよと。メンテナンスしてもらってるからね、これぐらいで済んでるし、早く見つけてもらえるし、なるべく最善の処置をしてもらえてるんだよっていう話をその友達にしたんですね。でも思ったんですね、僕もこういう仕事やっているとそうなんですが、まあ、メンテナンスをやっているのに痛くなってしまったとか、ちゃんと通っているのに怪我をしてしまったとか、そういったことがこう言われるケースだったり、きっと思ってるんだろうなっていうケースがあったりとかします。まあ、そういったことをもう肌に感じているからこそ、僕はなんとかなのにっていうふうに思いたくないっていうかもしれ、思っているのかもしれません。この幸せになれない言葉の使い方の一つが、なんとかなのにっていうことですね。練習をやっているのに負けてしまったとか、自主練をやっているのにトレセンに受からなかったとか、ストレッチをやっているのに痛くなってしまったとか、そののにっていう言葉にはこう、まあ、今まで自分が物をね、自分にとっていいものにしようと思ってやっている、最善を尽くしていることを否定する言葉になってしまうんですね。これはなんとかだからに変えていけるといいのではないかなと思います。まあ、練習をやっていたからここまでレギュラーを取れたし、この大会までは活躍その前の試合までは十分に勝つことができた。でもまだその努力が足りなかったから、うまくいかないこともあったから、もっと頑張っていきたいとかですね、ストレッチをやっているのにどっかが痛くなってしまったではなくて、ストレッチをやっているからこれぐらいの痛みで済んだんだと、でもこれだとそういったこともあるから、もっと何かを変えていかなきゃいけないし、質を変えていかなきゃいけないし、もっと意識をね、変えていった方がいいのかもしれないって思うのは、こうすごく前向きなんですね。なんとかなのにっていうことが口癖になっている子って結構いるのではないかなというふうに思います。僕もですね、その歯医者さんの同級生の子が言ってくれたように、メンテナンスをしてくれているのに痛くなってしまった子がいた時に、まあやっている身としてはね、本当は痛みなくいつも 100% でプレーしてもらいたいっていうふうに思っているので、まあ、僕に何か最善の策がもっとあったのかもしれないなとか、かけられる言葉があったとか、やれることがあったとか、そういったことはもちろん思います。ある意味で言ったら、まあ申し訳ないっていう気持ちも生まれます。でそれはまあ僕がサイドはやはり持っていた方がいいものだと思いますね。でも受ける側の子たちがやっているのにっていうふうに思うのはやっぱちょっと違うなと思います。その時点でこうかなりストップしてしまってるなっていうふうに思いますので、
なんとかだからこうだったとか、そういった言葉に変えていくことが、こう幸せになれないっていうとね、こう大きいですけど、そういうふうな言葉を使っていく方がいつも前向きにですね、トライしていけるのではないかなと思います。なんとかなのになんとかできなかったとか、そういったことが口癖になっている、そういった子はなんとかだからこういったことができたに変えていくことが、こう幸せになれる、前向きになれる言葉の使い方ではないかなというふうに思いますので、ぜひね、これをもし見てくれているスポーツ少年少女には、幸せに前向きにいつもチャレンジ、自分からできるような状態を作ってもらいたいので、そういった言葉の使い方をしていただけるといいのではないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは。